皆様ごきげんよう。レポーターのドミニクです。著作権の関係で BGM を大きめに入れてます。さて今回は見ての通り、こちらをレポート。お祭りの告知ポスターはこれ。開催場所はこちらの地図。成田国際空港から車で約55分。住所は茨城県北相馬郡利根町。利根川、境橋下河川敷。平坦な土地を生かした農業中心の自治体。このお祭り、何もなければ毎年この時期に開催。もちろん買い物以外はすべて無料。お祭り専用の無料駐車場あり、3カ所合計約1150台。ここの河川敷には約500台駐車可能。今年2024年は台風の影響で土曜日から日曜日に順延。また川に流す道路流しも利根川増量のため中止。しかし台風とは関係ないが、打ち上げ花火が増量。毎年打ち上げ花火数約1500発前後だったのが、今年は市政70周年記念で倍の3000発、19時30分から打ち祭りです。さてこの利根町民納涼花火大会、なんと今年で47回目。始まりは1977年、昭和52年。調べましたが由来は不明。小規模ながら花火大会、盆踊り、灯籠流しが同時に楽しめるお祭り。まあ今年は台風の影響で灯籠流しは中止になりましたけどね。この川が利根川、全長およそ 322km、 信濃川 367km に次いで日本で2番目の長さ。言い忘れましたが、電車で来る場合は境橋を挟んだ千葉県側のJR 福生駅から徒歩15分。今日は2024年8月18日日曜17時。気温32度、微風、蒸し暑い体感。この時間だとまだ人は少ないですね。場所取りはすごいけど。さて18時、お祭り開始。町長や実行委員さんの挨拶。隣のゆるキャラはここ利根町のトネリン。準備設定の方に盆踊り第1部からのスタートです。1曲目は利根町音頭です。会場の皆様もどうぞ輪の中に入って一緒に踊ってください。さあ盆踊りのスタートです。地元の踊りクラブの方々の模範演舞で、もちろん盆踊りの参加は自由。いつでも自由に踊れます。踊れなくても大丈夫。模範演舞を真似すれば OK。 ちなみにこの曲に関わらず、盆踊り全般の曲の踊り方は動画で出ていますので確認してくださいね。満月2日前くらいですが綺麗ですね。見方によっては花火と一緒に見れます。現在時刻19時30分、打ち上げ花火開始の時間です。最後はやはりこの曲で踊り納め。なお映像だけゆっくり見たい人は別配信の 8K フル動画や360度動画もお楽しみくださいね。最後は花火のフィナーレを境橋から見ながら、今回の動画はおしまいです。最後まで見てくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、茨城県利根町の利根町民納涼花火大会会場から、レポーターのドミニクがお送りしました。